北上信用金庫は岩手県北上市に本店を置く信用金庫である。事業区域は岩手県北上市、西和賀町、金ヶ崎町と花巻、欧州漁師の一部としている。北上市に8店舗と和賀群西和賀町に1店舗を構えている。店外 ATM は北上市と西和賀町にた金融機関との共同使用を含め、計10カ所を有する。 最新の情報や詳細は公式サイトの店舗 ATM を参照。スポーツ振興区事当選権の払い戻し点は北上市本通り一丁目の本店でのみ取り扱う。現金着服事件とカードローン不正流用事件が発生及び、それを隠蔽したことに関し、金庫の法令等遵守体制及び、経営管理体制に重大な問題があると認められたとして、 2007年2月2日に東北財務局から業務改善命令を受けた。ご挨拶2021年9月7日閲覧。AB 等金庫について2021年9月7日。閲覧店外 ATM のご案内2021年9月7日。閲覧北上信用金庫に対する行政処分について東北財務局2007年2月2日付。ありがとうございます。